皆様おはようございます。おときゅうでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。私ただいま IGR 岩手銀河鉄道岩手沼区内駅におります。今朝はこの駅から JR 直通列車の全区間乗車をします。私は JR 以外は疎く、恥ずかしながら IGR 岩手銀河鉄道車両の運用で北上行き直通列車が走っていることを最近知りまして今日乗りに来ました。IGR さんは JR から譲渡された701系4本と701系に準じた新造車3本で回します。車両は IGR 7000系と呼ばれます。JR からの譲渡車は1番から4番で、木先表示は方向幕が使われます。車内はオールロングシートになっています。新造車は101番から103番の3本で、行き先は液晶表示。車内はセミクロスシートです。他にトイレの構造や設置位置が JR 譲渡車と違います。北上行きは2両を2本つないだ4両編成なのですが、今日はなんと2本とも新造車100番台なんです。運用は毎日変動しますので、これは珍しいです。前の2両にトップナンバーがついていましたので、こちらに乗っていきます。後ろの2両は103番です。JR からの譲渡車は元守谷に在籍した1000番台で、1996年3月登場します。東北新幹線が盛岡以北へ延伸以前、東北本線で頻繁に乗った番台です。ですから JR 直通北上行きに乗車するなら、新造車で乗りたいと思っていたところ、まさかの2本とも新造車で感動します。新造車はボックス席があるのもいいです。青い森鉄道は車掌がいないため2両ワンマン運転が基本ですが、 IGR は最大4両編成で運転しますし、その場合は車掌が必ず乗務します。この列車にも車掌は乗務しますが、この時間帯は無人駅はありません。主な業務はドア扱いと車内放送です。この列車は盛岡駅6時25分発 3715M の折り返しで、車掌はこれに乗ってきます。3715M が走る時間帯は無人駅が多く、切符の販売や回収もしたはずです。盛岡駅で JR 東日本の乗務員と交代します。IGR 7000系は前の車両が IGR 7101で JR のクハに相当します。私は JR ならクモハに相当するモーター車 IGR 7101に乗っていきます。この北上行きが IGR 運用だったことを盛岡駅で発見したのですが、その時は平日で学生が大量に乗降していました。ローカル線あるあるで平日の朝は学生で大変混雑するのです。次は滝沢学園の森です。混んだ列車は落ち着きませんから、北上行きは学生の休みに乗りました。JR 譲渡車のトイレは連結寄りにありますが、新造車はここに大型の新商車対応トイレが設置されました。トイレの位置が編成ごとに違うと、車庫で汚物抜き取り作業をするとき大変じゃないかと思いますが、IGR さんは大丈夫なんですね。発車1分前の車内です。学生は休みでも平日ですから通勤客はいると思いますし、部活動で乗ってくる学生はいると思います。さあ、岩手沼区内を7時12分定刻に発車します。列車番号は IGR 線内は 3792M で走ります。盛岡から 2522M に変わります。盛岡は所要36分で7時48分に到着です。新幹線は7時42分が始発ですが、盛岡は7時54分着で 3792M が6分早着します。運賃は IGR 経由で950円で、新幹線は特定特急券込みで1470円になります。差額520円で居住性に優れた新幹線で早く移動できます。禁煙です。タバコは売却。
さあ、0番線と1番線の投炭式、 IGR 岩手銀河鉄道のホームを左に見て通過します。盛岡駅では IGR 銀河鉄道から JR へ乗務員が交代するため、7時51分発まで3分止まります。列車番号も 3792M から2522M に変わります。昨年秋この列車を盛岡駅で見た時は学生がたっぷりおりましたが、乗り通している学生も半分ぐらいいたような気がします。今日は通勤客と一般のお客様だけですが、どんな感じになるでしょうか。3番線に7時48分定刻に到着します。2番線側から見た駅名表ですが、 IGR 岩手銀河鉄道と山田線の隣の駅が出ています。2番線にも IGR 岩手銀河鉄道の列車が入ることを想定しています。3番線側は山田線の隣の駅が出ていません。
山田線は2番線しか使わないようです。この101番は IGR さんが新造した車で、この編成で JR へ直通できるのがいいですよね。乗務員の交代は終わりました。さああと1分で発車です。今日は学生がお休みの日ですので、前回見た時のように乗降がごちゃごちゃしていませんでした。盛岡を7時51分40秒に発車します。いよいよ楽しみにしていた JR 区間に IGR 車両で入ります。それも IGR7000K の100番台で入れますから、ボックス席で乗っていくことができるんです。基本東北本線は 701K オールロングシートが使われますので、電車に乗りながらボックス席に座れるのは非常に貴重です。機動車運用で見てみれば、快速浜ゆりなどに使われるキハ 110K や普通列車に使われるキハ 100K にボックス席がありますが、定期列車で乗れるのは花巻までになります。まもなく花巻駅に到着します。列車は遅れることなく順調に走っています。この列車は一ノ関行きではありません。北上行きですので、ほとんどが地元の方の利用だと思われます。4両編成の北上行きにもかかわらず、車内には乗客がまだ結構いらっしゃるんです。花巻でどの程度降りるんでしょうかね。花巻駅は8時29分に到着するのですが、普段はまだ学生が降りる時間なんでしょうか。学生が乗っていないので今日は分かりません。ホームには部活へ行くと思われる学生が何人か立っています。やはり花巻駅は結構降りますね。明らかに乗る人より降りる人の方が多いです。ちなみにこの列車の9分後、一ノ関行きの列車が追いかけてきていますが、この列車で花巻までご利用の方をこれだけ乗せてきましたので、一ノ関行きの2両編成の混雑を緩和するためにも役に立っていると思います。花巻駅は1分ほど遅れ、8時30分に発車します。さあ、残すところ2駅11分の乗車になります。部活に組んだとは思われますが、花巻駅からの乗車の多くは学生になります。北上駅へ通学するんでしょうか。普段はこの時間ですから、もう学生はいないんでしょうね。新幹線の駅は釜石線の新花巻駅がありますが、はやぶさ号は止まりません。その意味では新幹線を利用する際は、はやぶさ号が止まる北上駅に出る方が便利なんです。新花巻駅に行くのも北上駅に行くのもそんなに時間は変わりません。釜石線の列車の本数を考えれば、30分ヘッドで普通列車が走る北上へ行く方が便利がいいです。花巻を出ますと、だいぶ車内は空きました。ボックス席は、見知らぬ人同士の相席はもうありませんが、私の席はまだいるんです。別にいてもらっても何も問題ありませんが、私の場合こういうことが多いのです。紫の駅に到着です。北上まで乗るかと思われた学生がみんなこの駅で降ります。自
宅に帰って調べましたら、徒歩5分のところに黒沢尻工業高等学校がありました。次は終点北上ですが、同じボックス席にいた人が今頃席を移動します。今更という感じですが、さすがにこれだけガラガラになって同じボックスにいるのは気まずくなったのでしょうね。さあ、岩手沼区内から IGR 車両で JR に直通して乗ってきましたが、次が終点北上です。上駅は1番線に到着します。改札口のあるホームですので、1番線についてくれたのは助かります。私はこれから青森駅に向かいますので、岩手沼区内から北上まで南下してきたわけですが、すぐに北上します。盛岡まではこの列車の折り返し 2525M に乗って戻ります。北上駅は1分少々遅れ、8時41分到着します。折り返しまでドアを開けっぱなしで乗りっぱも可能です。運転士さん、折り返し運転するため前にやってきます。すでに行き先は盛岡と表示されていますが、北上駅に着いたと同時に変わるのでしょうか。発車まではだいぶ時間がありますが、動画を撮っていましたら、運転士さんライトをつけてくれました。ほんといつもいろいろな列車のヘッドを撮っていて思うことなのですが、鉄道ファンに非常に気遣いをしてくれる運転士や車掌が多いです。こういう気遣いって本当にありがたいことですよね。これから先の旅がとっても楽しいものになります。折り返しは9時1分発 2525M 盛岡行きに乗っていきます。もちろん車両は IGR 車です。盛岡行き 2525M は9時1分定刻に発車します。北上からの乗車は各車両ともそれほど多くありません。北上行きは101番で全区間乗車しましたので、盛岡行きは103番に乗っています。ほんと3本しかない100番台ですのに、よくもまあ2本とも100番台が入ったものです。 2525M 盛岡行きは IGR さんの車両で JR 区間だけ走る、これまた貴重な列車です。盛岡までボックス席に座って楽しみます。到着します。ドア付近に好きで立っている方は多少おりますが、4両編成ということもあり、全員座ろうと思えば座れる程度の利用客で盛岡に到着します。客層は私服の学生が多いのですが、盛岡に買い物に来たり遊びに来たりといった感じです。盛岡駅は4番線に到着します。到着後すぐに車庫へ引き上げます。岩手沼区内始発北上行きは移動のついでに乗るのは厳しいですが、 2525M は仙台6時ちょうど発 521M に乗ってくれば乗車可能です。皆様も青森や北海道へ行く際、北上から IGR 車両で盛岡まで移動してみてはいかがですか。運よく100番台に当たりますと漏れなくボックス席に座れます。盛岡には1分遅れ9時52分に到着します。引き上げは2段階で行われます。まずホームの先端まで行きます。
30秒ほど停車した後、9時55分ホームから離れます。IGR 岩手銀河鉄道ホーム一番線を右に見ながら回送されるシーンは違和感しかないです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。